はい、えぇ、ー、ちょいき太郎です。本当はね、今日生放送やるつもりだったんだけど、まあ今日のね、朝新聞見てたらね、興味深い、あのー、紙面があるっていうか、本当にまあ、あの、毎日がつまらないって言い方お,おかしいんだけど、新聞ってすごい労力かかって一生懸命やってる、一生懸命って言い方おかしいんだけど、だけど、パッとこれだけのページ数がね、29ページあっても、 30ページとかあっても、読むところがっていう風なんだけど、月に1回や2回、このもう当た,当たったな、もうこれだけで、あの1ヶ月分出してもいいっていうような内容がね、凝縮されるようなものがある。それが今日だったんで、あの生配信というよりもこのプレミアでね、あえてしたいと思うんですよね。あの、要は、まあまあ、あの、なんていうのかな、その、 この新聞の何って言って別に新聞の宣伝がしたいわけじゃない。だけど新聞の内容を全部読んでいくっていうのもちょっと違うので、これは違う、調査権とかの問題があるんで、ただ見出しの分でこういうニュースっていうのはいいと思うんですね。まず、パッと目につくのが、あの、保護資産を殺害するっていう事件が大津でね、えー、あったと。大津市で。うーん まあ本当に大津市ってたまになんかこのすっげえ事件がね、本当に数年に一回起きるんですけど、まあ別、その地域が悪いって言ってるわけじゃなくて、そのね、記憶に新しい、まあそれ過去のことを言ってもあれなんだけど、まあなんと、まあそうなんですよ、レストラン経営の大津さんがあの刺されて亡くなるっていう60歳のね方があって言うてえ、どういうことって言ったら別の銃刀法違反で逮捕された35歳の男がこの殺害に関与してるっていうか、ね えー、この男は2019年の7月に強盗罪で5年の法観察を受ける執行猶予。強盗で執行猶予をつけちゃったかって思うんだよな。うん。こういうことを思うと本当に返す返す、こういう強行犯的なものは刑務所行った方が良かったんじゃないかと。こんなことな、執行猶予。なんで執行猶予がついたんだって。ねえ。あ,あ、顔が、ちょっと待ってよ、これ。 顔がずれちゃうから、これ変えるわ。動くやつに変えます。あのー、紙面見ながらやってるんで、これだと静止画になっちゃうんで、これだと静止画にならないので、これに変えます。はい。ちょっと変えます。うん。ね。静止画になっちゃうとまずいんで、はい。こっちに変えます。これだったら顔がずれても大丈夫なんで、はい。気にしないで喋れますからね。 でそういうような事件があったと。えー、で保護士として担当する私保護士さんでねちょっとな仲良くしてる人がいるんですよあの大友さんってねあの秋葉原事件の,あの加藤のね友人っていうか知り合いだってそういうことからあのこういう。 本人は全然真面目な人なんですよ。もちろん保護士になるぐらい、なってるぐらいだから。そういう関わりがあって、そういうようなことを助けれなかったのかっていうようなところから、まあ、この犯罪者っていうのに興味を持っていろんな活動をしていって保護士さんになって、大友さんってね、あのー、いるんだけど、ねうん、なんかちょっとね、びっくりしますね。うんそういうような、 ことの事件があったと。で、結局、えー、事件発覚の2日後に、えー、職務質問で、リュックサックにナイフを入れているのを、銃刀法違反の疑いで、まず現行犯逮捕しておいてから、その山歩きをするためにっていうことだったんだけど、うーん、上半身10箇所以上、10箇所以上傷つけられる。まあ、めった雑誌に近いよね。 ちょっとこれは、この、めった刺しの事件っていうのが、ちょっと私もね、理解できない。まあ、あの、別で明日、これ、平方女子大生、ね、19歳の女の子が殺害されたって、これちょっとね、内容がね、単純に冤困じゃないの。もう強盗殺人だっていうことで、もうこれはあのー、あの、あの、女の子の親御さん、そして女の子たちにね、ちょっと本当に気をつけてもらいたいってことで、ちょっとこれは一本しっかり喋るんだけど、 めった刺しするやつのな感覚っていうのがちょっとなうん。まあ、冷静にめった刺しなのか、その、もう、取りつかれるように、もう、興奮しちゃって、やったこともわからない。例えば、あの、枠井学ぶみたいな状態ですよね。もう自分が何やってたかわからないっていう、いうめった刺しと、冷静になって、その刺すことを、もう、快感というか、楽しみにしてる場合、ルナみたいな。 ね。田村るなみたいな、そういうような人間もいるので、同じじゃないですよ。もう全くやってることは一緒なんだけど、その、目的が違うっていうか、うん、目的っていうよりも、その、過程が違う。うん。だから、ここが、やっぱり、最近はそういうところまで研究されるっていうか、昔はその滅多刺しだったら、強硬な殺意があってとか、その行為の、うん 始まりと中間が違うんですよ。結果だけは、それは滅多た刺しなんで、一緒ですよ。でもそこに至るまでが違うので、そこを分析していかないと、なぜそういうことになるのかっていう。な、だからここだともうめった刺しになってるから、この遺体に関しては我々も物体として見てるけど、めった刺しにされた人たちの気持ちがあるわけですよ。めった刺しにされなきゃいけない状況ってまずないので、じゃあこれが、あの、 じゃあ我々にも全然関係ないかって言ったら、あの、この女子大生の子だったりは、私がここから行くの、この子にはもうまず落ち度がないんだよな。それ以外の殺人事件っていうのはなんか、うん、ちょっとしょうがないなっていうのも感じるんだけど、うん、19歳の女の子が殺される理由はないんだよな。 うん、まあちょっとこれはね、また、あのー、明日の動画で深掘りしたいと思いますけど、うん。あ、この一つのだけでもこれだけ喋れちゃったな、あのー、なるほど。あとね、まあちょっと話が展開かかって、これ同じ紙面にあるですよ。介護,介護報酬2.6億、2億6千万円が1ヶ月遅れるっていうと、愛知県の要するに事務処理がミスで、あの手続きの仕方が変わっ変わったんですよね。それによって、あのー、 要は、介護老人保険施設が、介護報酬の加算を取得するときに、経営の届け出が必要になると。で、そういうことが、来年度から4月以降は届けなくても良くなるように、いい風に変わったんでしょうね、結局、面倒が。ね。だけど、それは、その手前でき、きちんと、手続きしておかないといけないよ、みたいなことだったんだけど、その係の人が間違えちゃって、あのー、 そんなことはないっていうふうに言って、正規が合わないっていうふうに、国の方にやってるうちに、日にちが過ぎちゃって、もうそれができなくなっちゃった。お金が出なくなっちゃった。だから、6月25日に支払われるはずだった4月分のものが支払えないと。で、手続きをやり直して7月25日になると。1ヶ月遅れちゃうと。 だけど、そんだけの金額だから、いや、いや一1ヶ月でいいですよっていうものじゃなくて、ひょっとしたらこれ、その施設だって支払いも莫大。多分、2億6千万全体でって言ったって、利益のところがすごく薄くて、いろんな支払いしなきゃいけないわけだから、人件費やらないやらっていう。えらいことになっちゃう。だけど、これをミスした人を一概に責められ,られないこともあるわけ。 人でやってて、一人の人がやっていたっていうことで、ちょっとここも気の毒で、だからここを責めたいわけじゃないの。うん。なんでこんな仕組みになっちゃったのか。じゃあ、もう、こう、じゃあ早くしてあげてよっていうふうに、まあ簡単にできなくて、もしそうならないように違うお金で、えー、保証するみたいなことをね、県の方はやるって言ってるけど、まあこれが、こういうこともあるんで、やっぱり、 よくありましたよね。あの、役所でも、あのー、余分にお金を振り込んじゃった。だからまあ、なんかの、こういうことがないように、要するに、この、職員の人も、やりたくてやったミスで、意地悪でやったわけでもないから、こう思い込んでるってことがあるので、ここは責めちゃいけないところだと思うんですよ、これは。ね、多分、すごい、この、き、き、あの、自分で自分を責めちゃうと思うんだよな。こんな新聞に出ちゃうとね。だけど、そうじゃないよっていうふうにはね、してあげないとね。 誰でもある、こういうことは。だけど、なんでこれを私が言ってるかって言ったら、そうすると今度分かった時、隠蔽するっていう形になってっちゃうね。発覚して責められることが嫌だから、隠蔽するってもっとひどい形になってっちゃうんで、そうじゃなくて、もうミスは仕方がないんですよ。起きるんですよ、ヒューマンエラーは。っていう前提で、もうちょっとここは、ね、うん、球団するような形はしなくて、うん、こういうこともあると。うん、いうふうにね。 うん、これが260円だったらいいかって話じゃないけど、やってることは一緒だもんね。2億6千万も260円も一緒なんで、うん、あの、経理上のことだからね。うん、なんか2億6千万だからすごい重装備でやるとかって言うわけじゃないわけじゃないですか。260円も同じことだと思うんですよ。作業としては。うん、いやいや、その、工程は違いますよ。うん で、こういうことで、いや、それは違うとか言うね。なんか頭の固い人が言うんでね。まあ、ちょっとめんどくさいなと思いますけど。言っちゃったんで取り消せません。それと、あの、少し前にね、名古屋でね、カラオケ店での視察で、その犯人の家、あの、の付き合ってる女の女性のところからまた見たいというね、二人の、一日で二人も殺したっていう事件がありましたよね。オーストマンションと。あの、カラオケ店の前はいつもよく通るんですよ。長野駅前の。 あの、トヨタの、あの、ビルと、米表のあるところにね、ジャン、じゃんカラだったかな。もう今ね、外変えてますよ。あのー、あれで、今、ちょうど、工事してますよね。外装、外壁変えてるんだと思います。はい。私もあそこの打ち合わせで、あそこのカラオケ屋使うことはありますけど、ねえ、えらい、大変ですよ、イメージが。ね、うん。ねこれね。 あのー、風俗店経営っていうか、女性専用の風俗店をやってたんですよね。確かこの男、26歳。26歳 ?26 歳の男。確かあの、平ら女子大生殺人も26歳だよな。うん。なんか、あの、たまにあるんですよ。 殺人犯の当たり年みたいな。本当に、私、昭和41年生まれじゃないですか。40年、41年、42年、43年、この辺めっちゃ多いんですよ。どういうわけか。うん。うん。この26歳のこの年齢って、うん。多いんですよ。ね。だいたい、あの、50代、なんか50代半ばぐらいのやつが多いんですよ。どういうわけか。うん、ね。 そんなこと言うと、みんなそうらしいですわ。そう思うだけの話で。うん。でそれに別にさしたらあれはないんですけど。うん。で、住所不定で、二、え、十、ー、26歳起訴ね、えー。昨年の12月の25日、もうそんなになるんだね。オーソンマンションで、同居していた3歳の女性を、えー、浴槽に沈めて出来し、 で、次の26日には、免疫4丁目のカラオケ店で、職業不詳の女性20歳包丁で複数回貸して出血し。知見、あの、知、知というか検察官は、検察はね、認否を明らかにしていないと。最近認否を明らかにしてないなんですよ、全部。ね。で、えー、鑑定留置をして、調べ、精神状態を調べた結果、刑事責任を問える。当たり前ですよ。問,問こんなもん出したらまたやりますよ、これ。 だからどうなんだろう、2人で行って、向きまで持っていきたいね、これね。うん、こんなもんせ、あの、社会に出したら絶対やるんでね。うん、これは、あのー、出せないですよ、こんな、恐ろしくて。だって、30年打たれても、56歳で、私より若い年で出てきちゃうのよ、これ。やるよ、だって、私なんて、58歳で、全然元気なんだよ ねえ、まずいまずいこんなやつを出しちゃう。死刑休刑のあの無期判決にしたいね。はい。ねえ。その横にさ、なんか、保険、生命保険会社で、元社員の65歳の男が、投資による離職を持ちかけて不正に金銭を預かったとして、石川県警に逮捕された。保険契約者から3、 ら、34人から7億5千万不正に預かり、うち5億円が返金されてない。やっぱりなマジか。えー、1999年から2023年の間、24年間だよ。保険契約者から投資運用の面目で不正に金銭を預かっていた。500万を投資に回せませんか ?1 年で120万の運用益になります。元本を保証します。 で、嘘の関与を行っていた。ああ、これ、この生命保険会社が責任取るのかな取らんよね。むちゃくちゃだな。ねえ。ああ。なるほどね。で、まあ、この紙面をね、別のところに目を向けますと、あのー、思い出してください。性被害ね、女性の あの、性被害の方たちのことを、私、年末からね、1月2月って結構やってた中で、この話覚えてる方も、ある方からこの、この方どうなったんでしょうっていう話があって、いや、それから、あの、報道ないですよねって、これは女性の性被害云々ぬんかんぬ訴えると、後の報道ってしにくくて、なるべく、あんまりないんですよねって言ってたんですけど、天台宗のね、総論の、 方ねえー、四国地方のの天台宗お寺で性暴力を受けたという60代のエロ住職がいるんですよ。で、50代の、あのー、女性の方なんですがね、あの、記者会見してね、本当にかわいそうっていうかね、なんちゅうことなんだと。宗教内の性被害の理解が不十分っていうことでね、調査が不適切だったっていう。もう、天台宗の方無茶苦茶なんですよ、この、なんか。 本当、うん、ほんと坊主、ろくなんもんじゃないなって。あの、ほんのこれひどいよ。ね。何らかの霊力があるなら私を、あの、こう、もっと喋れないように口をチャックさせてみろっていう感じがするんだけど、ちっともこういうものは。なんかみんなそういうのがあるから、怖いと思って、こんなのもただのエロジジ集団なんで、なんともないんですが、うん、<laughs> あの、代理人の弁護士さんによるとね、天台宗大津なんだよね。この一番偉いとかね。 うん、この女性の方のね、二度目のの聞き取り調査を実施、担当者は、住職、このエロジジイと、エロ住職と、あの、知人関係に、この時点でもうダメなんだよね。被害を受けたら、配偶者に相談するはずだ、などと、ね、疑うような発言をし、うん、で、えー、告発された側は、否定していた、と、威圧的な態度を取ったと説明、ね。 で、この女性の方はね、男性のね、担当者に詳細なね、被害を話す負担にも。だからこれがセカンドレイプ的な、この言えないんですよ、そんなの。こんな聞き取り調査って、ひどいよ、こら。お前らがなんでやらな、かのこの、あ、クソ坊主。本当に。ね。公正な調査とは思えない。だって、クソ坊主じゃない人はクソ坊主って言われても、なあ、私のことではございません。これでムカッとくるって言つはクソなんですよね。うん。はい。ね、文句があったら私のツイッター d m にいただければ。ね。 エロ坊主。ね。こんなんなって。ね。公正な調査とは思えない。残念に思う。なんか腹が立ってくるな。ね。天台宗の方がね、コメントすることはない。いいね。だんまりで。ね。うん。そんなんではね、つ無理だと思いますよ。この現代社会に、きちんとした説明責任と、こういったことをね、自分たちは大丈夫とか、そういうのはないですよ。あのね、私、ちゃんとしたお寺のところに行ったらね、 住職がこの、檀家さんとか、信者さんっていうか、に、のハラスメントがないように、今までみたいな上から目線だったから、その態度っていうのは違うよって、きちんとやってるとかやってるんですよ。今までのようなことは、どうぞなんか説法を聞かせてやるとか、それは違うよっていう、ちゃんとしてるところもあるんですよ。何を偉そうに,ね本当に、ねえ、に。今年の1月、東京、 都内で記者会見してですね。被害を公表して2009年から親族の80代のなんか、方から、偉い方から紹介され、住み込みで始めた寺で、住職から逆らうと地獄に落ちる。お前が落ちるんだって。地獄なんてね、こんなんね。どういう鬼とかがいるんでしょうか。ね。ムイユさんに寺を出しつつまで性暴力を受け続ける。許せないな。それで開き直ってんでしょこれ。なんか。 ねうーん。あねこれ、なんとかだけ。噴火系が引き上げも、気象庁は7日に、長野県と岐府県にまたがる、焼け、焼けだけっていうのかな。焼けるっていう、あのなんか噴火しそうなんだってっていうこともね。へえ。そこに不報があるんですよ。ええー。ねえ。門倉ゆきさんっていう方ですね。 えーね、あの乳がんのために死去って、50歳、若いですね、福島県出身乳がん検査で分かって、まあ、今ね、がんて言ったらね死あの、死に直結する病気ではない、あの早期発見治療で、ね、治る病気なんですけどねあの、若い方だとこういうようなことがね、 あるわけですからね。まあ気をつけてね。皆さん本当、あの女性だけじゃない、男性の方もね、あの定期的な検査っていうことをね、お勧めしますということで、誰がどの立場で言ってるんだっていうことですけど、ね、まあパッと目についたものですからね。やっぱりこういったところからね、えー、いろいろね、あ、まあ、関係ないじゃん。あ、私もそうだ。あのー、えー、自治体によってはね、 検診だとか、あの、会社にお勤めの方たちはそういう検診を受けるんだけど、一般的にそういうことをやめたり、もう退職されたりって、なかなかそういう機会がないので、市や市とか自治体から来るやつをね、定期的に見てですね、それにちゃんとね、行くようなことをね、あの、心がけるのがよろしいかと思いますね。はい。ねこういうようなね、情報がね、たくさんある、新聞は。 ね。もうこれから新聞離れって言ってますけどね。おじさんおばさんで一度ね。なんだ、あの、コンビニとか行ったついでにね、どれでもいいから一回ね、パッと買ってみて、あの、広げてみてね、あ、ダメだなと思った時になんか汚れ物をしたでな、んかこぼしたりした時新聞があるとね、あの、便利なこともある。その日は新聞なんだけど、一日たつ新聞紙ってなってね、あの、違うものに用途が使えるってことで。そしてパッと見るとね、翼の党代表ら再逮捕。ね。黒川さんですし。ね。 最初の頃はすぐ出てくるよ。いや、僕は、これは簡単に出てくることではないなっていうふうに見ておりました。やっぱり、再逮捕。ひょっとしたら次の再逮捕もあるかもしれないぐらいのね、ことで、まあ彼らも意気揚々とね、最初はピースサインなどを送って、あのー、ね、画面に映っておりましたが、もうこれ20日過ぎて、あれ、見通しがつかない、石鹸禁止ってなると、どんな人でもね一、一度目はね、ガクッと来るもんです。うん。 そのねあの元気さはなくなくくってくると思いますよ自由に活動してね、ねそんなあの好きなところに行って、好きなところで喋って、携帯でメールを打ってっていうことが一気になくなるんで、そのストレスやたらやは半端じゃないですよ。あこれを伝えた,たい、ああ、痛いもうそれが、もう出れるかもしれない、なんとかなるかもしれないっていうのがもう、今日はだめ、明日はは、ね、もうダメになった。もうどうにもならない。ね あ、あの人に会いたい、これが食べたい、ああしたい、酒が飲みたい、タバコが吸いたいとかいろいろ思ってって、ね。もう絶望に打ちひしがれてね、頭がおかしくなるんですね。ね、うん。ところが、それが、きちんとした仲間や母体っていうものがあって、定期的にこうだっていうふうにあればいいんだけど、家族とかね。うん。それがないとなかなかね。まあ、ヤクザの場合は、組が、仲間が、親分が社定や、射程や、 兄貴がっていうことでね、振り立たせることになるんだけど、毎日面会来て、毎日差し入れして、あ、一人じゃないんだなっていうことがあれば、例えば夫婦や恋人だったら毎日来てということが分かればまたね、違うんだけど、みんながみんなそうじゃないと三人捕まった人たちが仲間割れをするわけですよ。俺じゃない、あれじゃない。ね。これは出てきた時は楽しみですね。みんな明日の目三人揃って同じ活動をやるっていうのは強固な組織なんだろうけど、ここでやっぱり違う。 こうじゃないね。なったら、ああ、なんだったのかなうん。結局そこだと思います。見るところは。うん。それでもあるなら、いや、今言ってくると、その、やりたい趣旨はわかるんだけど、その、YouTube の言動で、追いかけます、どうのこうの、ふざけた言動が面白がってやっているっていうところがあるのが、やっぱり共感性が得られにくいのかなこうなっちゃうと、やっぱりそうすると、あの、うん。 信念を持ってやっていて、こういうふうにって言っても、面白がってるっていうところが出ちゃうのが、ちょっとまずいのかなっていうふうに思います。いや、私は擁護してるわけじゃないですよ。もうこうなっちゃって、今から叩きに行くのは当たり前なんで、ね。あいつらがこうだ、ああだったって、今だっていない時に言ったって言い放題じゃないですか。でも、こう、この時に何を伝えれるかっていうことですよね。うん。私はやったことがまるっきり悪いと思ってないですよ。 一夜ねや。あの、一死報いる。うん。っていうことでね、やったのは分からんでもないですよ。ただ、まあ、私結構、この、内部的に、あの、調べてて分かったこともあるんで、まだ今、ベラベラくっちゃべるときじゃねえなと思ってるんで、割と自信を持って喋れることがあるんだけど、今、一方的に急断するのは卑怯かなっていう気もするんですよね。少なからずや、黒,黒川さんは私にアプローチっていうか、ね、生放送で来てくれてるっていうこともあって、うん。 あの、その後、私が触れたことに対して、私には悪く言ってきてないんですよ。彼がね。超えきたろ、こんなのの話が。っていうことは、分かってくれてるんで、私もここで、これ以上ね、あの、責めたくはないんですよ。うん。全部が悪いと思わないんですよね。やっぱり、一石を投じたのは事実なんで。 うん、まあ、この新聞の,よあの内容だと、陣営の選挙カーを追尾するなどっていうことでせん、えー、活動を妨害したということで、えー、法選法違反、自由妨害の疑いで、翼の党代表の黒川さんが3人を再逮捕ってことだね。交通の弁を妨げた行為の摘発は極めて異例なんだって。か車で追いかけた、追い回したっていうことが、あの犯罪、 要件を満たしているってことだね。うん。うん。乙武さんの、えー、陣営の街頭演説を妨害したってことで逮捕された。ね。まず一つは。うん。この容疑について、え三、ーえー、人を起訴。うん。 だから、えー、根本さんと杉田さんと、ね、杉田さんも私のサブチャンネルをね、あの、登録してくれてたところなんですよ。あ、杉田さんもあれしてるんだなと思ったところなんでね、私の存在を知ってるんですよね。この、今後ね、どうするのかな、出てきてどうするのかなって、本当にね、あの、いい方に行ってほしいんですよね。あの、 いや、両動はあるけど、今時の若いも若い子たちにしては、行動力はあるわけですよ。うん。なんでかってい、いや、それでもこんな人たちを擁護するって、私が彼らを、ね、あの、なんて言うの少なくても、そういう形で罪を償う、償うって、本人たちが認めてないのそれはそれで、あの、俺たちは悪くないそれはそれでいいと思うし、それは認めるのかわからないですけど、 そうなったからって言って、うん、ここからを、なんか、こう、ここに来てね、ボッコボコにしたくはないですよね。うん、ね黒川さんは、えー、交流中でも出馬するって言ってるんでね。うん、そうなんですよ。送検された、えー、逃亡へ証拠がある場合は、検察の請求を受け、裁判所は延長で20日の交流を認める、都知事選の告示も、 えー、告示後も黒川さんの交流が続くけども、有罪が確定して公民権が停止されるまでは、交流中でも選挙の立候補はできるっていうことで、多分黒川さんしてくると思いますね。うん、それともう一個ね、も、ま、う、あ、これ本当にこの紙面の2ページいっぱいあるんですね。あの、愛知県で保育園の、あの、理事長が、 業務上横領ですごいお金をね、やってなんだと、この人はって。言ってま、結局私はリリちゃんのと頃の何億円と、このおっさんが1ヶ月で3億4千万ぐらいのなんか業務上横領で、この人は執行猶予だったぞっていう話をしたときに、うん、まあちょっと違うんじゃないかって、そしたらなんとこの人ね、分かってきたのは、ロマンス詐欺の被害があってたって。 だから、それで、その、ま、だからって、あ、しょうがないよねってならないですよ。冷静に考えればおかしくことなんだけど、それぐらいこういう人でも、まあ、まんまと騙されてしまうと、いうことなんだよね。そういったことの記事が、あの、定期購読者向けのインターネットサービスに、うん、あの、登録するよって、私だってもね、定期購読ですからね、まあ、ちょっと時間がないのでやめますかこの QR コードからいけるという仕組みでね、ね、あるんですね。 すごいね。うん。あともう一つはね。みんな忘れちゃいけませんね。岐阜寺のあの陸上自衛隊、日野基本射撃場で昨年の6月、もう1年になるのか。訓練中に隊員3人が撃たれて死傷したっていうのがね、もうありましたけど、強盗殺人罪。え、ね、え、強盗殺人なんですよ、これ。うん。弾を持ってこうとしたっていうことでね。 うん、首を持っていくのは強盗殺人にならないけど、玉を持ってこうとしたのは強盗殺人になるんだから、首を持っていったんなら絶対強盗殺人になると思うんだけどね。うん、まあ話は戻りまして、うんえー。この男を制止しようとした、えー、当時25歳の方、三刀陸層の方、二層に特別承人 ね、この報道機関向けね、いそこらは事件発生以来の深い金を侵入ショックって、そりゃそうですわね。取材にはお答えできません。そりゃそうだと思いますよ、本当訓練中に人を銃撃する目的で弾薬を強奪しようということが前提にあったって本人が言ってるから、これ強盗目的で強盗殺人ってことなんですよね。うん、だって、首を持ち帰りたいっていうことの衝動でやってるなら、強盗にならないんですかね、これ。 うん、まだ多分強盗にはならないんだけど、ルナムの場合、でも,もっとそれより重いと思うんだよな。強盗殺人だから死刑また無期です。はい、19歳で。うん、死刑また無期ということですね。はい。おう、ちょうど30分喋った。天才だな、俺。ね、うん。ちょうど30分なんですよ、これね。うん あの本当にこの、ね新聞から紐解く今の社会情勢と事件ということでね、お話しさせてもらいましたけど、これ新聞社から怒られるのかな勝手に記事を引用しやがってとか。か全部読んでるわけじゃないからさ、そんな怒られることじゃないと思うけど、うん、まあまあまあ、相手にされないんで、あの、文句も言ってくることもないと思いますけど、うん、こうやってあの新聞の良さに気がつく人たちも数人いて、ひょっとしたら買ってみようかなと。まああの、 ね購読することはないと思いますけど、一回その、ねえー、コンビニなんか行った時にパッと買ってみてみるて。ねあこんなことなんだ。ねパラパラっとめくるだけでも新しい発見があるかもしれないということでね、今日はね、あの、こういう形でね、プレミアハイスにさせて、あの、パッと思いついたんでやってみたいなと思ったことが、まあ、いいかどうかわかりませんけどね、ねはい、よろしくお願いします。以上です。